朝日がまだ見れない街角で僕は一人タバコをふかし冷え切った手を120円で温めて改札無機質についたり消えたりする傾向となんだかこの時代を象徴してるみたいだ誰でもよかっただって気軽に口にする無性に腹立たしいニュースを見るたび僕は何をしていけばいいのか考えてる朝日がもう見れない人がまた増えてくよラス一に火をつけて冷めた手はポケットにしまって「そして朝日は何もなかったかのように今日も眩しすぎるほどの未来を照らしていくよ」買ってれたどんな記事よりも目立っていたのは